お世話になってます。せーの。私たち、勝手に総括ずる休みおじさんです。よろしくお願いします。というわけで皆さんお気づきかわかりませんけれども、私、ずる休みいたしました。ビッシュがね、紅白、初出場、うわーっとなってる時に、一番それ、総括すべき時に、お酒飲みすぎて、気づいたら夕方になってて、そのまんまずる休みさせていただきました。申し訳ありません。今週はですね、2週間分まとめてやらせていただきます。今頃お前そんなこと言ってんのかっていう部分もあると思うんですけれども、どうか温かい目でご覧いただければと思います。というわけで冒頭でも言いましたけれども、まずはビッシュ。紅白初出場おめでとうございます。そのタイミングでですね、アーシャも解禁されてますけれども、これ紅白なんですよね。まあ狙っての衣装なのか、それともまあ偶然なのかってとこですけれども、これよく見るとですね、もしかしたら過去一番過激な衣装なのかもしれませんですね。ご覧ください。皆さん、真ん中にレッドチンポでございます。ほんと NHK さんがですね、不倫に寛容でよかったです。とはいえですね、さすがにこの衣装じゃ出場できないんじゃないかっていうような憶測もあるんですけれども、やったれーって感じでございますけれども。そして曲はノンタイアップと OTNK と I have no idea、 究極の下ネタメドレーでビッシュが NHK をぶっ壊すってことになっちゃいますから、この辺は NHK さんと協議した上で素晴らしいステージを期待したいと思います。で、なんといってもですね、そのままベストアーティスト2021にも出演していて、ここでペイントイットブラックを歌っております。そして東京五輪のですね、金メダリストの大橋悠依選手との写真もあって、今年はオリンピックイヤーってことで、金メダリストの大橋選手との絡みっていうのもかなりビッシュにとっての追い風になったというか、ビッシュが頑張ってきたからこそ五輪の選手も聞いてたっていうのもあると思うんですけれども、やはりその両方の相乗効果ですね。ここで愛、そしてもしかしたら年末の紅白もですね、大橋選手が出て、実は私ビッシュ好きなんですってことで、そのまんまビッシュが出るんじゃないか、そういった絡みもあると思うんで、まあビッシュが紅白で何を歌うのか、それはまた後ほど発表だと思うんで、心待ちしておこうと思います。そして12月3日ついにリリースのビッシュプレゼンツフロムDusk Till Dawn BBB ビッシュビッグボックス仕様のですね、豪華版開封動画っていうのが出ておりまして、これももちろん皆さん見たと思うんですけれども、ももかんちゃんの表情がですね、非常に素敵でした。この豪華版、動画で見る限りでもかなりゴージャスな作りになってるので、ぜひとも皆さんゲットして、これまさに福岡の前日ですよね、手にするのが。だからこの豪華版を一晩中見ながら、そのまんまライブの方に向かっていただければと思います。そして、カシワックでのビッシュとのバッドテンプターのですね、ミュージックビデオの現場に潜入した時の映像も出ていて、やっぱりこの曲ですね、歌詞がめちゃめちゃ泣けますね。この涙腺がバカになっちゃってるこのおじさんはですね、もうこの曲聴くたんびにうるうるしちゃうんですけど、このシーンは実はこういう意味があるとかですね、監督の話とか、メンバー一人一人の話とか、アイナくんが振り付けで、こここういう意味でつけてるとか、あと AKB の振りが実はここ入ってるみたいな、そういう話がですね、聞けてですね、またミュージックビデオ見るのが楽しくなるっていうような内容になってますので、カシワックの楽曲も、ビッシュの曲はもちろんですけど、他の曲も裏側こうだったかなみたいな想像しながら聴くとですね、より面白いんじゃないかというところです。ちなみにカシワックの曲で僕一番好きなのは Go to the Beds なんですけれども、 True Song でも結局一番見てるのはパラダイセズです。パラダイセズのですね、パンチラミュージックビデオをですね、ついつい再生してしまっております。そしてビッシュはまたテレビの方に出ます。千鳥かまいたちアワーの方にアイナちゃん、チッチちゃん、橋休めちゃんが出るということで、ビッシュのライブの定番のコントの方ですね、千鳥とかまいたち流にアレンジして大爆笑を巻き起こすと、これ今夜、そして来週もやりますから、ビッシュたちのこのコントやってきたっていうのがついに実を結ぶというか、ここでハマってけば各テレビにバラエティに引っ張りだこでございますんで、ちょっと底力見せてってほしいなと。そしてスッキリの方にもですね、ショーケースコーナーの12月 MC にチッチちゃんとももこちゃんが決定と、これも売れる兆しが出てます。そしてリンリンちゃんもプロレス新番組始動ということで、こちらアベマですけれども、新番組ユニバースバイブルに出演決定と、初回放送は12月3日ということでございますので、どんどんメディアの方に出てってるんで、ここにハマれば紅白から羽ばたいて、今までビッシュ知らなかった方たちに届くであろうというところです。そしてライブの方も決まりましたね。福岡ミュージックフェス出演決定、来年の2月ですけれども、ペイペイドームでのフェスに参加と、ワニマ開催しますのワニマ様でいますからね。ドーム級のフェスにもどんどん出てですね、来年はもうフェスを荒らしに荒らすんじゃないかなと期待しております。続いてアイナちゃんですけれども、ついに11月24日にリリース、ニューアルバムザ・ゾンビーですね。
こちらのリード曲神様、そうです、私がズル休みしてる間に公開されてます。ということで、これね、最近すごい YouTube 上でも広告で出てますよね。一回広告で丸々聞いちゃったぐらいなんですけど、30万再生されてますね。すごいです。これまでの曲の中でも一番壮大な景色と壮大なテーマじゃないですか、神様という。そしてメロディーと楽曲アレンジも素晴らしく、ストリングス大好きな私はもうビビッと聴いた曲ですね。取り残された花嫁みたいな、恋人みたいな、まあ、歌詞を見ていろいろ解釈していただきたいんですけども、アイナちゃんの全身のエネルギッシュな表現が爆発してますので、アイナちゃんがどんどん突き進んでる感が出ております。そしてソロツアーの方もですね、札幌公演、そして大阪のオリックス劇場でツアーを締めくくったというところでございまして、いやーすごかったなってとこなんですけど、実はここで発表がありましたね。アイナちゃんのソロ初の単独アリーナ公演、来年の3月17日ですけれども、アイナジエンド奇想本能というタイトルで大阪城ホールでございます。ソロで大阪城ホールやるんかいってすごいことです。たくさんの方にお越しいただけると嬉しいですということで、アイナちゃんがついにここまで来たぞというところですよ。昨日も夜8時からスペシャルライブっていうの、トークありライブありという形でやりつつですね、こちらもちょっと見させていただきましたけれども、冬空の下やっぱ伸びやかな歌を歌い上げてですね、そのまんまバズリズムのライブに出演した時の密着の映像とかも出てたんで、アイナジエンド恐るべしでございます。まだまだ突き進むでしょうと。そしてちっちちゃん率いるスパイストラベラーズでございますけど、こちらスパイストラベラープレゼンツマサラーフェス2022開催決定、ついに来年の4月21日ですけれども、ドラゴンアッシュ、ビッシュ、スパイストラベラーズ来ましたね。黒沢薫さんの出演はございませんとありますけれども、ついにスパイストラベラーズもイベントに出るというか、むしろ主催のフェスでドラゴンアッシュとビッシュが出ると。これつまりあれですよね、スパイストラベラーズミニアルバムかアルバム出るってことじゃないですか。じゃないとライブできないですもんね。これまあ来年の4月に向けていろいろな動きがあると思うので期待しましょう。ちなみに私、一人ぼっちのあいつへ、まだまだヘビーローテーションで聞いております。続いてペドロですけど、ペドロはもう1週間逃亡生活、これ先週丸々やってたと思うんですけれども、どんどんタワーレコードの方にアイニちゃんがですね来店しつつ、それを追いかける第2グループの方々という形で、その合間にアルバムが発売されて、そして ZEPP 東京でライブが行われると、ね、逃亡しながらライブすると。で、生配信もあったんですけれども、その後ですね、一曲編集終わったので公開しますということで、後日改めて伺いますから、魔法、こちらのライブ映像が公開となってました。連日逃亡しながらライブもやって、もう大変だと思うんですけどね。で、この魔法って曲はですね、スローテンポの曲なんですけど、まあ、結構こういう曲の方がグルーヴ感っていうのが伝わってきますよね。ご覧になってない方はぜひご覧になっていただいて。この1週間逃亡生活の合間にビッシュ紅白出演が決まったってこともあり、まあ、一時中断ってのもありましたけれど、その後再開して無事この企画自体は終了という形で、アイネちゃんがですね、まあ、ファンクラブの有志募って黒パーカー軍団30人でですね、アイネを隠せという形で大胆な脱走劇を繰り広げたりとしましたけれども、こちらの模様はですね、第2グループさんのチャンネルの方で更新されていきますと。12月10日が一応第1話目の公開予定ってことなんで、アイニちゃん側の映像と第2グループさんの映像、こちらを編集した形でですね公開されるので、非常にこちら楽しみでございます。編集って大変ですよね。頑張ってください。そんなアイニちゃんはですね、最終日にですね、札幌ファクトリーの方でですね弾き語りライブの方をしました。これにて1週間逃亡生活も無事終了ということで、これ以上は見つけても付け回したり写真撮る行為は絶対にやめてねっていう形でございました。で、昨夜ですね、あゆに D ちゃんによる後日改めて伺いますのオフィシャルインタビュー映像っていうのが公開されてました。この作品に対しての思いを語ってます。まあ、歌い方の変化であったりとか、自分にとって吸って吐いてが一番歌ってて泣きそうになるみたいな話であったりとか、あと札幌ファクトリーでの弾き語りライブにも行ってたんですけれども、あゆにちゃんの中でご家族への気持ちを語ってるところが結構あったんですけど、これがすごく印象的でしたね。で、お父様から話し方があったかくなったねみたいな、そういうことを言われたりと、あゆにちゃんもビッシュの活動を経て自分がどれだけこう変化があったかとか、このアルバムに対する思いとかが込められたインタビューですので、まだ見てない方はぜひ見てみてください。
続いてビスでございます。ビスは学生限定ライブであるとか、女性限定ライブなどを今行ってるんですけれども、ついに12月1日にリリースのですね、カバーアルバム、ビスダイブイントゥロックスのですね、初回収録のドキュメント内容が公開されて、7曲、ライブ映像、収録ということでございます。ご覧のラインナップ見ればわかるんですけども、なんとビスの一期の楽曲のカバーをやってるんですね。これかなりレアな形ですので、ぜひとも初回版の方ですね、ゲットしていただければと思います。そんな中公開されたのが、スモーキンビリーでございます。ミッシェルガン・エレファントのカバーでございます。こちらはですね、前回からアーシャ変わってますけれども、ミッシェルガン・エレファント感満載の、このミュージックビデオ、土地狂ってますよね。まずこの時代に逆行してタバコ全面に押し出した感じ、最高ですね。これまたみんなね、タバコ吸ってる姿がまたかっこいいんですよ。ネオトリちゃんもこうタバコ吸ってる姿すごいかっこよくてですね。そして楽曲の方もですね、ミッシェルガンエレファントへの最高のリスペクトを感じるような作りで、これ多分安倍さんもですね、鬼カッティングしながら笑って見てくれてるんじゃないですかね。そしてネオトリちゃんの金髪が映えな感じでございまして、そして口の中映す描写、キュービスを彷彿とさせるようなエモい演出となっておりますので、最後の方のトギーちゃんの土地狂った歌い方、表情、みんなの表情ももうはっちゃけ具合が最高だったんで、こちらも何回見ても楽しめる。そして口の中フェチにはですね、たまらない演出でございますので、口の中フェチの方はぜひ何度もご覧いただければと思います。そんなはっちゃけてるビスですけれども、ライブがありましたね。ついに始まったビスゾックでございますけれども、東京公演、僕正直この公演ですね、どうなるんだろうと思ってたんですよ。あんなことこんなことあったでしょうと思いながら、でもご覧ください、満員御礼。そしてライブ中にですね、渡辺淳之介さんは坊主に、そしてカンナギマロさんは利根川の鉄板土下座張りの土下座を見せてですね、まあ、ジュンジュンさんの方はですね、まあ、ライブでカツレガールからスタートしたんですけど、車椅子に乗って登場して、トギーちゃんがバリカンで髪の毛を一刈りし、カツレ完了という形でございまして、こちらでございます。チンコって形で、カツレガールの終わりに4人からですね、不倫しないでくださいと注意があったと。で、ビスはビスでそのゾックの代表曲、ファミリーネームをアレンジでカバーしたりとか、もうくっそ生きてやるっていう歌詞がまたエモいんですけれども、スキャンダルにも負けないぞというところで、この一連のスキャンダルに関しては、チンコ、鉄板土下座という形でですね、一度幕は降りたという形でございます。続いてエンパイアでございますけれども、まず、アヤカーニバルの方に出演があって、日本武道館、ありがとうございましたという形で、この日のセットリストもね、マッドラブから始まって、そして、How it my way で締めるという形で、結構昔の楽曲がメインになってるような、そういうアヤカーニバル向けのセットリストだったのかなってところです。そして幕張ワンマンビジュアルが公開、そしてスシオさん書き下ろしのワンマンビジュアルも公開、スシオさんのイラストありがたいですね。そして幕張メッセのライブが行われました。で、その間ですね、ブライトフューチャーのライブのプレミアム公開とかもあったりとかしたんですけれども、さらに今年の1月4日に行われた全39曲を披露した国際フォーラムでのライブ映像も期間限定でフル公開っていうのもありましたんで、もう幕張のワンマンに向けてエージェントたちの気持ちを高めてって、そしてライブ当日だっていうところでございますけれども、幕張メッセありがとうございましたという形でございまして、セットリストの方見させていただきましたけれども、まあ、印象としてはですね、もう一つの到達点、集大成って感じのセットリストでしたね。新旧織り交ぜながら、ブライトフューチャーメインのセットリストっていうよりは、本当にエンパイアが今まで活動してきた全てを詰め込んだセットリストっていう形で、最後のカミングからの明るい未来からのマッドラブ、エンパイアらしいすごくクールかつかっこいい演出のライブの写真がいっぱい出てたんで、こっからさらにエンパイアはどんな未来に連れてってくれるのか楽しみでございます。で、テレビの方も出演しますね。プレイリスト、ブライトフューチャーからのハッピーウィズユーを歌唱しますという形でございますので、こちらもお見逃しなく。そして豆柴の大群なんですけれども、こちらもリリーベとか過激な YouTube とかが私がサボってる間にどんどん彼女たちはやってたんですけども、まあ、今週はですね、昨日は戻らないのダンスムービーっていうのが上がってました。これを練習して豆粒の皆さん一緒に踊りましょうよっていうような形だったので、まあ、ライブ前にですね、この曲は皆さん練習してください。豆粒の皆さん、頑張れ、頑張れ、頑張れ。愛花ちゃんも応援してますということで。そしてキービジュアル、豆柴48の方も公開と。豆柴が48人になっちゃったみたいな。48グループにね、やはり豆粒たちもね、負けらんないんでね。ここはもう豆粒たちも、頑張れ、頑張れ、
がんばれって形で愛花ちゃんが応援してくれてます。東京ガールズコレクションのですね、ティーンの方ですか、2年連続出演されたということでですね、そしてまあイベントもいろいろ回って、これ見てください、ツインテールですよ。皆さん可愛らしいですけども、特に奈緒さんのツインテールありがたいですね。というわけでいよいよ48との対バンが控えておりますので、豆粒の皆さん、我々の底力見せてあげましょう。頑張れ頑張れ頑張れ。続いて Go to the Bets とパラダイセスでございます。ワンマンツアーのですね、ツアービジュアルも解禁という形でございまして、 Don't go to the Bets ツアー、 Good night ツアー、こちらの方ですね。 Go to the Bets としてはですね、やはり新宿ロフトのライブが今週はありましたね。いっちゃんたちとのツーマンと、そしてドブロックさん、これ私全然レポートとか見てないんですけれども、ドブロックさんとキラメイちゃんの金玉キラキラキラメイちゃん的なものはあったんでしょうか。ぜひコメントで教えてください。でとにかく G と P はですね、 GP リリースのですね、ウェブ特典会であったりとか、あとはもうリリーベとかで、とにかく目まぐるしく動いてたんですけど、こちらのゆゆちゃんの髪色、またしてもありがたいですね。そしてこちらもですね、プレイリストの方に出演ということで、エンパイアと同じ日ですね、11月30日の夜、新曲 You フルサイズでテレビ初披露ということで、何卒ヤシの木落ち葉という形でございます。なんで30日深夜はテレビにかじりつきでございます。そして今週 ASP でございますけれども、先週の分も含んでですね、やっていくとですね、カシワックの ASP の楽曲公開と、こちらね、ついにカシワックが全部出たわけですね。これで品川監督の世界アゲンストザワールドでございます。バイク、ピストル、日本刀、そしてバイオレンスな黒、スタイリッシュな白みたいな形で、そして溶け込んでいく雪レイソレさんみたいな形でですね、 ASP は曲もかなりリフものですごい素敵なんですけど、まあレイジャーアゲンストザマシーンですよね、まさに。でこの曲のタイトルがね、レイジャーアゲンストザマシーンのアゲンストなのかっていうところなんですけど、ちょっとナーユちゃんがこの曲が最後の出演っていうことなんで、アゲンストザペインと絡めていくと、このアゲンストがなんともナエちゃんの脱退っていうところとも絡んでくるような深い意味を感じざるを得ません。でもこの楽曲は、まあ、曲の雰囲気も独特ですけれども、振り付けも結構好きなんで、演出もかっこいい形になってますけれども、振り付けも個性が出てる振り付けなので、まあ、何度見ても結構楽しめる素敵なミュージックビデオだなというところですね。でいよいよリキッドルームでナエちゃんは脱退するってことだったんで、特典会とかもあったりとかしたんですけれども、ナーユ大好きのジュンジュンでも ASP は止まらない、セカンドフルアルバムが来年発売なんだということで、早速今日からですねリリースイベントもやるわけですよ。そう、ナーユちゃん脱退なのにまだまだ止まらない、ビスのナノナノナノちゃんがまだ素顔出てない中、 ASP にはこちら双子が加入、新メンバーマチルダーツインズ、ウォンカーツインズ、この2名が加入です。この双子を入れちゃうってのが ASP らしくてすごい好きですね。しかも2人ともまたね、ルックスもスタイルも素敵なんだわ。こっからですね、どうなっていくのかっていうところなんですけれど、来年の2月21日、ゼップワンマン決定ってことで、ゼップダイバーシティでですね、アンチソーシャルペインズっていうワンマンライブが決まりましたと。12月と1月もリリースイベントやりますよということなんで、新メンバーお披露目っていうところなんで、まあ、とにかく ASP 止まりません。そう、11月25日にですね、新曲のミュージックビデオも出てます。No Reason 11月25日いい双子の日に、まあ、この曲もねバックサウンドめちゃめちゃ好きですね。そして当たり前のように新メンバーのツインズがいてですね、でナイナイちゃんとモグライアンちゃんがですね、もうすっかり ASP の色全開っていう、もう2人の個性がバンバン出ていてですね、そして今回ユメカちゃんシャウトしてます。しかもシャウトがまたいいんですね。むしろもうシャウト多めでしたけれども、あ、その辺いけちゃうんだっていうところで、また新しさで、この曲の振り付けがまた私好きなんですよね。途中のところとか、新メンバー2人かなり激しく動いてるんで、ゆっくりお顔は見れないんですけれども、ただそれがやっぱ ASP の良さでもあるんで、新メンバーと新しい ASP に期待しつつですね、こちらの方も堪能していただければと思います。そしてカシワックの投票の方、いよいよできる状態になりますね。29日から投票が始まると、中間が13日ぐらいで一旦行われるんですよね。ということで、まあ、なるはちゃんがいなかったり、なゆちゃんもいなかったりとかあるんですけれども、いよいよ週明けからスタートでございます。でそれに伴ってですね、演説のイベントがタワーレコード渋谷店にて行われると、13日連続で毎日2名から4名投票対象のメンバーが登場と。
で、有権者からの質問にも答えますよという形で、まあ、各グループでこの日このメンバー出ますよっていうのがツイッター上に上がってますけれども、全体で見るとこういう形ですね。このイベントにぜひとも参加して有権者たちを投票せよという形でございます。いよいよ投票始まりますんで、ちょっと中間発表がまず楽しみだなっていうところですね。そして年末なんで、このチャンネルの特別企画としてですね、勝手に総括おじさんなりの WACC 楽曲大賞2021っていうのをやろうと思います。コメント欄で皆さんの今年1年の楽曲でこの曲いいなってのを1人3曲まで送っていただいて投票していただければと思いますので、締め切りはですね、まあ、12月のどっかで発表するんで、まあ、ギリギリまででいいんで投票しといていただければと思います。対象は本当2021年の間に発表された曲、まあ、Touch Me とかはねもうちょっと前から初披露あったけれども、ミュージックビデオになったのは今年とかもあるんで、今年発表されたミュージックビデオになったなってなくてもいいですけれども、 WACC にまつわる楽曲であれば何でも OK ですので、皆さんの今年一番聴いた一番心を打った曲なんか一言添えてもいいのでコメントいただければと思います。そして皆さんの投票結果と私独自に選んだベスト5楽曲を年末に発表して盛り上がりたいなと思いますので、ぜひご参加ください。というわけで今週は以上でございます。高評価コメント足りてない部分があれば補足の方もよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだな方はぜひともご登録の方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。